2チャンネルの名作スレを肉声のナレーションとセリフでお届けします。ほっこり感動すること間違いなしです。見た目はドキューン、その名はタッキー、そしていじめられ子だったイッチ。彼らが出会った時、イッチはタッキーからもいじめられるのかと不安に感じていた。しかしその出会いが2人の運命を意外な方向へと導いていく。これからどう変わっていくのか、誰も予想できない未来へと続く彼らの物語。それでは一緒にその物語を見ていきましょう。2012年にこんなスレが立ちました。キモータピザな俺の親友の話。初スレ立てなんだけど、だらだら投下していくから適当に聞いてってよ。俺は小学校の時からいじめられっ子だった。ピザで勉強もできない。趣味は読書。小学3年生からいじめは始まった。いじめの内容は誰もが想像するような内容。ランドセルの中にクラスで飼育しているカイコの幼虫入れられたり、女子の体操着泥棒に仕立て上げられたり、全裸で廊下を走らされたり、オーソドックスな感じ。慣れてくると何にも感じなくなる不思議だけど、やっぱり苦痛で仕方なかった。だから親に頼んで塾に行かせてもらった。中学受験をしようと決意したんだ。それから必死で勉強した。毎日毎日寝ないで勉強した。親も本当は私立に進学させたかったらしく、意欲的な俺を喜んでくれた。そして4月、受験戦争に散った俺は公立の中学校の制服を着ている。俺の地域は3つの小学校から中学に集まってくるんだ。だから 0.1% くらいは期待があった。もういじめが終わるんじゃないか、新しい友達ができるんじゃないか。ワクテカしながら入学式会場に向かった。同じ小学校から上がってくるやつらは浮かれてて、俺のことなんか気にも留めない。逆に居心地が良い。知らない顔に挙取りながらも3年生の指示に従ってクラスごとに並んだ。俺のクラスには小学校の時のいじめっ子グループが全員いた。終わった。全員って神様よ。入学式が終わり、教室に入り、名前順に席に座ると、俺の一個後ろの席が空いていることに気づく。きっと体調が悪いのか今日は欠席。プリントを渡す時、席を一つ挟んで後ろの人に回すと相手も取りづらいから毎回舌打ちをされる。俺のチキンハートは絶好調縮んだ。続けろ。ありがとう。担任の挨拶が終わり、一人一人の自己紹介が始まると、緊張と恐怖でえずき始めた。案の定俺の番が回ってきて席を立つと、いじめっ子グループからヤジが半端なく飛んできた。何を話したか覚えてないくらいテンパってたと思う。呼んでる。続けたまえ。サンキュー、だぶんだけどよろしゅ。初日のホームルームが終わり、下校時間になると一目散に帰った。みんなは教室に残って楽しそうに話してるのを見て見ないふりしてさ。うちに帰ってお母さんから、どうだったと聞かれ、テンプレ通り、友達たくさんできたよと嘘ついた。部屋で泣いた。次の日の朝は憂鬱で仕方なかった。また今日からいじめが始まるんだ。でもお母さんに嘘をついてしまった手前、元気に玄関を出ていかなければいけない。受験失敗したから悲しませたくなかったんだ。教室に入り席に座ると、皆が笑い出した。ん?と思ってると尻に違和感を感じた。立ち上がってみるとアイスクリームが置いてあった。ハンカチで制服と椅子を拭いてると、いじめっ子のリーダー、仮に A が、あれ俺のアイス知らねえって大きな声で周りに聞き出した。 A は昨日の入学初日で随分仲間を増やしてたようで、男女10人ぐらいのグループになってた。あ、さっきイッチの椅子の上に置いたままだったんだ。ヘラヘラ笑いながら近寄ってきた。恐怖と嫌悪感から吐き気がした。おいイッチ、俺のアイス知らない。
椅子の上にあったと思うんだけど。あ、ごめん、踏んじゃった。踏んじゃったじゃねえだろ、買ってこいよデブ、お詫びに一致礼子な。A に5発くらいお腹殴られた。そのまま無言で学校の隣のコンビニまで走った。でも走ってる時に気づいたんだ、俺財布ねえじゃん。でも手ぶらで教室戻ったらまた A に殴られんだろうな。どうしていいかわからずコンビニ横の駐車場で泣いた。気づくと朝のホームルームが始まる時間だから結局手ぶらで教室に戻った。すでに先生がいて出席を取っていた。席に着くと昨日と違う違和感を感じた。一人でキョロキョロしてると違和感の正体が分かった。後ろのやつが登校してる。後ろを振り返ると同級生とは思えないドキューンが無言で座ってた。やべと思いすぐ前を向いて震えてた。 A のグループもドキューンなんだけど、後ろのドキューンも漫画に出てくるようなドキューン、単乱にボンタンみたいなの。10年以上前だからギリギリそういうのもいたんだ。で今日はクラスごとに校内の案内、まず廊下に並ぶんだけど、当然名前順だからドキューンは俺の後ろ。ただでさえ汗っかきなピザな上に緊張と恐怖で歩く前から汗が止まらない。すると後ろから声をかけられた。おいおい。はい。思いっきり裏返った声が出たけど気にしてられない。なんですか？いじめられ癖がつくと他人に声をかけられただけで防衛本能が働いてしまうんだ。ドキュンは顔を近づけて小さな声で話しかけてきた。お前さ、さっきから汗やばいけど体調悪いの？予想だにしてないことを聞かれたもんだから頭の中で何回かリピートしてようやく理解できた。あ、心配してくれてるのかな。呼んでるよ、続けて。ありがとう。だ大丈夫です。せっかく小さな声で聞いてくれたのに反比例したボリュームで返答してしまった。ドキュンは笑いながら、デブってマジで汗かくんだなとか言ってた。よく見るとドキュンはすげえ綺麗な顔立ちだった。滝沢に似てるからタッキーにする。タッキーは校内案内中も後ろから、普段何食ってんの？お腹触らせて。お前転んだらバウンドしそうだな絶対ハンバーグ好きだべとかずっと絡んできた。その間俺は、あは、はい、いいえとか逐一テンパった返答しかできなかった。コミュ障でもあったんだな、きっと。教室に戻ってくるとタッキーは驚くことを言ってきた。お前今日暇？はい。じゃあ行くわ。お前ん家行くわ。俺にもハンバーグ食わせてよ今まで誰も来たことのない俺ん家に友達が来たら両親はきっと喜んでくれる。でもタッキーみたいなドキュンを連れて行ったらお母さん倒れちゃうんじゃないかな。いろんなことを考えた。結果から言うとタッキー強制的についてきたんだ。ホームルーム終わって帰ろうとしたらカバン掴まれて強制的に。帰宅中もずっと絡んできた。でも気づいたら俺いじりっていうよりは普通の会話、漫画やドラマ、テレビの話。適当に相槌打ちながら聞いていると玄関の前に着いた。今でも緊張思い出せるくらい緊張してた。お母さん大丈夫かな。玄関を開けるとお母さんが出てきた。お帰りなさい。タッキー見て止まった。はじめまして、いっちくんのクラスメイトの滝沢と申します。急にお邪魔してすいません。俺はタッキーが90度に腰を折って挨拶する姿に驚いた。きっとお母さんも、お母さんは初めて俺が友達を連れてきたことをすごく喜んでくれて涙流しながら笑ってた。こちらこそありがとね。タッキーはお邪魔しますと言うと靴を脱いで揃えて上がった。俺の部屋で改めて自己紹介をした。俺さ、小学校の頃からいじめられてたんです。中学受験失敗しちゃって。
初めてうちに友達連れてきました。するとタッキーが、次敬語使ったらビンタだなと真顔で言ってきた。その真顔に思わずはいと答えた瞬間、思いっきりビンタきた。涙で顔を上げるとタッキーが左頬を差し出してる。お前もやれよってビンタしないともう一発飛んできそうだったからフルスイングでやった。でもなんでって言うと、こうしないと人の癖って治らないだろ、笑いながら言ってた。初めて友達って感覚に触れた瞬間だったんだ。それからタッキーの自己紹介を聞いた。見てるよ。サンキュー。タッキーは春休み中に引っ越してきたらしい。高校生の兄が一人いるんだけど、両親は仕事の関係で別に住んでる。あと意外なことに趣味は読書。自己紹介が終わるとタッキーが話し始めた。お前さ、 A にいじめられてるだろう。明日やり返そうぜ。いやいや無理だよ、本当に無理だって。やり返さないと一生このままだぞ。いいよ一生このままで。てめえが良くても俺が良くねえんだよ。どういう意味？友達が舐められてんのはムカつくんだよ。だってタッキーに関係ないじゃん。ああ誰も頼んでないよ。頼まれなきゃ友達の心配しちゃいけねえのかよ。ここでぶん殴られた。思い返すとほんと青春だな。顔の痛みと優しさに嬉しくて号泣した。でも今度は殴り返させてくれなかった。号泣してるとタッキーはクソ垂れてくると言い部屋を出てった。トイレの場所教えてないのに30分待ってもタッキーは戻ってこなかった。リビングに行くと台所からお母さんの笑い声が聞こえる。静かに覗くとタッキーがお母さんと料理を作ってた。立ちすくんでると気づいたタッキーが、おばちゃんから料理教わってんだ。笑顔満面で言い出す。この春からタッキーは男兄弟2人で暮らしてるんだから料理を覚えたくて仕方なかったんだろうな。大好きなお兄さんのために。夕方になるとお父さんも帰ってきてタッキーも混ぜて4人で晩飯食った。お父さんも最初は驚いてたけどタッキーの物腰を見てすぐ受け入れてくれて、俺の腫れた顔を見て笑ってた。タッキーが帰るときお母さんが残り物詰めたタッパーとレシピ本をあげてた。そして翌日、早くタッキーに会いたくて早めに教室に行くと A がまた笑いながら近づいてきた。おい昨日のアイスは？てっきり忘れてた俺は一気に現実に戻される。早く買ってこいよ。またお腹殴られた。そこでタッキー登場ならかっこよいんだけど、タッキーは教室にいなかった。また今日も半泣きでコンビニに向かう。泣いてばっかだな俺。すると校門のところでタッキーと会った。どうした？アイス買いに行くの？うん、 A に買ってこいって。金はない。何個？10個。ここでなぜかタッキー爆笑。じゃあ俺もコンビニ行くわ。こっから仕返してやろうぜ。タッキー悪人顔になってる。コンビニでアイスを10個買った。正確に言うとタッキーに買ってもらった。で教室に入るなりタッキーが A に声をかけた。おい A、イッチがアイス買ってきたってさ。おーサンキュー。ってかなんで滝沢が？俺が立て替えてあげたんだよ。え？ A が俺の方を見る。俺はタッキーに教えられていたセリフをそのまんま言った。 A 君に買ってきたんだから全部残さずに食べてよね。内心超ドキドキで声も震えてたと思う。ああどうやって食おうと勝手だろうが。A が怒鳴り声を上げながら近づいてくる。無条件にお腹をガードすると、 A 早く食えよ。タッキーは A の腕をつかみながら笑っていた。A グループのやつがタッキーに何か言っていたがタッキーに粛清されていた。そしてタッキーは笑いながら A にアイス10個を食わせた。朝9時前の教室で。
すでに良い話なんだが、このままグッドエンドで終わってくれるよな。その日から俺のいじめはなくなり、俺とタッキーの長い付き合いが始まりました。一応書き溜めてたのはここまでなんですけど、需要あれば続き書いてもいいですか？続けろ。構わん、続けろください。続きはよ。なんかいいなあ。あ、みんなあざーす。一応膨らみそうなのは、1、タッキーとその後の中学生活、2、高校入学編、3、脱ピザ脱童貞編、4、タッキーと現在。どれがいいですか？3か4かな。時系列で頼む。全俺が泣いたから続編頼む。じゃあ1番から時系列で書いていきます。ちょっとペース落ちるかもすけど、皆様お付き合いお願いします。待ってるぞ。タッキーと昼休みは図書館に行くのが習慣になってた。とにかくいろんな本を読んだ。タッキーは読み出すと授業始まっても図書室で本読んでた。初めてタッキーの家に遊びに行った時は古本の数に驚いた。お兄さんとお母さんの影響で小さい時から読書家だったらしい。男同士の友情って綺麗だよな。で、やっぱりタッキーはモテるんだ。他のクラスからはもちろんだけど、先輩からもモテてた。だけど先輩に誘われてファミレスやカラオケ行く時は必ず、イッチも連れてっていいですかって先輩に聞いてくれてた。タッキーのおかげで帰宅部などに先輩たちとつながりが持てた。その時に学んだ気遣いや礼儀は今でもすごく役立ってる。そんなイッチを応援してる時系列順に頼む。でもその先輩たちも最初はタッキーを快く思ってなかったらしい。1年のくせに変形学ラン来やがってって感じなのかな。俺にはよくわからないけど、入学したての時とかはしょっちゅう顔を腫らして傷だらけになってた。何にもできない俺はせめて毎日消毒液と絆創膏を持ち歩くことにした。それでも一回本気で心配になって、それ脱げばいいじゃん、かっこ悪いしって言ったら、ボコられて脱ぐ方がかっこ悪いだろって怒鳴られた。俺は生まれて初めてできた友達がよくわからない理由で毎日傷だらけになってるのが嫌だった。何かしなきゃと思うんだけど、何をしたらいいのかもわからない。本当は思いついたところでやる勇気なんかない。だけど A のこともあるし、タッキーに恩返しをしなきゃ本当の友達にはなれないような気がした。俺は3年生の教室に向かった。支援支援、一致あるじゃん。3年生のドキュングループのリーダーを探すのは案外簡単だった。一番うるさい教室に行けばいい。だけど教室の前から次の行動に移れない。あれ、俺何しに来たんだっけ。立ちくらみのように視界が歪む。思考も停止。ドアが勢いよくスライドする音で我に返れた。見上げた先にはドキュンリーダーの先輩が立っている。邪魔。このリーダー先輩に関しては制服すら着てない。ヤクザみたいなジャージを着てるんだけど、髪型とかは普通にロン毛の金髪なんだ。でもオーラが怖すぎる。え、あのすいません、ガキの教室こっちじゃねえだろ。取り巻きに囲まれて目さえ合わせてくれない。でもこのタイミングしかないと思った。あの、なんでタッキーに突っかかるんですか。自分が思ってた以上に大きな声が出てしまった。途端に取り巻きの先輩たちが大きな声を張り上げながら俺をトイレに連れて行った。かっこ悪いけど後悔しまくった。なぜかタッキーのことも恨んだ。3年生の便所の真ん中に正座させられた。先輩たちはタバコ吸いながら俺を足で小突くんだ。本当の意味で死んだと思った。それまで全く無縁の世界にいた俺がなんでこんな目に遭うのか、もう訳がわからないというよりも混乱が一周して逆に冷静だった。よう、タッキーがなんだって。いや、なんでもありません。自分の保身で精一杯だ。おい、もう一回言ってみろ。こら、怖すぎて涙が溢れた。
なんで滝沢くんに突っかかるんでしょうか。泣きながら言った。どうせ殺されるなら一緒だと思ったから。支援。震えながら号泣してると、リーダーが笑いながら近寄ってきて話してくれた。そのドキュングループはタッキーに関してノータッチ。勢力の弱いグループが勝手に突っかかっているだけだ。俺の勇気に免じて辞めさせてやる。その代わり、今日の放課後、タッキー一人で教室に来させろ。俺は便所の床に額を押し付けてお礼を言った。タッキーが傷つかなくても済むというよりも解放されるのが嬉しかった。でもタッキーの力になれた。俺は教室に戻りタッキーに話したら、タッキーはいつものように爆笑してた。放課後タッキーは一人で3年生の教室に向かって行った。校門の前で待ってたら、タッキーが笑いながら、リーダー先輩と出てきたから、きっと喧嘩とかじゃなかったと思う。それから卒業までの3年間、奇跡的に同じクラスだった俺たちは、臨海学校や遠足や修学旅行、運動会といったイベントは、タッキーは絶対に俺と一緒に行動してくれた。なんで彼女を作らないのか聞いたら、女とデートしたらお前のおばちゃんの飯を食う機会が減るって言ってた。だけど修学旅行中にタッキーが人生で初めて振られたのを知ってる。夜お土産屋さんで買ってきた日本酒飲んで管巻いてたからね。タッキーが酔っ払うと泣き上戸ということを知った。これで一部は終わりです。二部は内容的に膨らまないかな。要約しちゃうと、タッキーはヤンキーのくせに勉強ができた。だけど俺は相変わらずのダメなピザ。高校受験の時にタッキーは俺のレベルに合わせた高校を受けてくれた。嬉しいけど友達として怒った。ちゃんとした進学校行け、お願いだからって。タッキーは、もし俺が高校生活中に死んだら学生生活を絶対後悔する。楽しくない学校なんか行っても仕方ない。タッキーは俺と同じ底辺高校に通った。地域でも有名だったタッキーはさらにグレた。でも毎日俺と一緒に登下校してくれた。そうだ、書き忘れてたけど、中3から高校卒業までタッキーは毎朝俺ん家に来て朝飯食ってた。青春ドラマでデブはキーパーソンってのが王道。タッキーはエッチの肝っ玉を見抜いて声をかけたのかもな。横やりすまそう。2部は軽く3部とかぶってしまうんで、3部のつもりで書いていきますね。脱ピザ脱童貞編。俺とタッキーとタッキーグループは皆で中華料理屋で働いてた。前に自転車の出前で、以前そこの店長の娘さんがひき逃げに遭った時、たまたま目の前にいたのがタッキーだったらしい。タッキーは車のナンバーと車種を控えて、娘さんをおんぶして店に届けた時に、店長がお礼がしたいと言ったところ、友達含めて4人雇ってくださいと言ったのがきっかけ。でも毎日バイトで俺たちの遊びに金はかからなかったから、貯金は増えていく一方。追いついた。続きよろ。読んでる。バイト帰りにタッキーが提案した。この中で童貞な人を。手を挙げたのは俺一人。考えてみれば、俺以外は全員ドキュンなんだ。ドキュンってなんで脱皮早いんだろう。お前童貞捨てたくね？は。え、やだよ。じゃあ一生童貞か、一生入れ食い放題か、どっちがいい？一生童貞なんかありえないじゃんか。ありえるよ。え？いきなりのマジトーンに驚いた、というよりも軽く引いた。え、なんで？お前が童貞を望むなら、お前に近寄ってきた女やお前が惚れた女、全部俺が口説き落としてやる、マジで。こうして強制的に一生入れ食いを選ばされた。じゃあお前の夢を言ってみろ。一生入れ食いです。声が小さい。一生入れ食いです。うるせえ。22時過ぎの公園では確かにうるさかったな。うん。
タッキーは真面目な顔で語り出した。イッチの欠点ってなんだ。テブとブサイク。じゃあ痩せろ。え、あ、はい。声が小さい。はい。うるさい。二度目の罠にはまった夜、俺のダイエット生活が始まった。追いついた、こういう話待ってました。早速、次の日から朝食の量が減っている。この時は高校2年生だったから。相変わらずタッキーが毎朝俺ん家に来て朝飯を食べてた。お母さんに言ったんだと思う。昼飯は抜き、夜はランニングと縄跳びと筋トレ、全部タッキーは付き合ってくれた。しかもサウナスーツの下に登山用のヒートテックみたいなのを着てたらしく、タッキーも体がかなり絞られてた。きっと俺を煽った分、その何倍も頑張らないとタッキー自身が納得できないんだと思うんだ。ダイエットも2週間を超えてから習慣になっていて、タッキーがデートの時は一人でトレーニングするようになった。そして3ヶ月が経ち、俺の服は2サイズ落ちた。お腹も引っ込み、制服のサイズも変わった。何よりも顔が小さくなった。タッキーの友達のモデルやってる人や俳優の卵とかを紹介してもらい、一緒に服を買いに行っていろいろアドバイスしてもらったり、ショップを教えてもらったりした。そしておしゃれな美容院で雰囲気イケメンにしてもらい、入れ食いも狙えると調子に乗っていた。この時18の高3です。俺は晩飯を食いに来たタッキーに生まれて初めてお願いをした。彼女さんに頼んで合コン開いて、マジでお願い。確か土下座までしたかな。タッキーの彼女は同い年なんだけど社会人、今で言うところの七尾に似てる。良いけど合コンよりも2対2で遊ぶ？その方が確率高いだろ。まさに友情、まさに理解力。俺は2つ返事で OK した。と同時にタッキーすでに七尾とアポ取ってた。ちょっと晩飯食ってきます。あいよ待ってるよ。ただいものし。俺はタッキーの行動力と洞察力に感動しながら、日時を聞くと明日の夜とのこと。しかし勘違いしっぱなしの雰囲気、イケメン、俺は迷いなどない。なぜかどんな女子でも落とせる自信しかなかった。そして翌日の夜、俺とタッキーは七尾たちが先に入っているカラオケ店に着き、早歩きで部屋へ向かうドアを開けると、そこには七尾と里襟に以下里襟がぶっちゃけドストライクすぎたが、自分のタイプすぎて変な緊張をしだし、全く喋れなくなってしまった。七尾とタッキーが気遣ってフォローしてくれたりアシストしてくれるんだが、いかんせん気の利いた返しが一つも浮かばない。里襟は不思議そうに俺の顔を覗き込んでくる。焦れば焦るほどテンパる。昨夜までのプライドは全くもっての過信だったんだ。泣きそうな目でタッキーを見ると目が合った。ヘルプタッキー、助けて。するとタッキーは里襟に耳打ちでゴニョゴニョ話した。里襟はお手洗いに行くといい、部屋を後にした。しぼんだ風船のように一気に力が抜けた。俺は脱力しながらタッキーと七尾に謝ったらすっげえいじられた。最初はそんな気力ないから放置してたんだけど、徐々にいつものようにタッキーのボケに乗っかったりリラックスしながら過ごせたんだ。ワイワイやってると急に七尾が部屋のドアを開けた。そこに立っていたのはトイレに行ったと思ってた里襟。すごい笑顔で再度顔を覗き込まれた。なあ里襟、イッチの笑顔最高だろ。うん、全然素敵だよ。え?イッチ君が緊張しているからタッキーが、普段のあいつはもっと面白くてもっと良い顔で笑うんだって里襟に言ったの。ええ?だから部屋の外から見ててみなって言ったのよ。さすがに泣かなかったけど視界がにじんだ。その夜、里襟を送っていくことになっていた俺は告白しようと思った。連絡先も名字も知らないのに。でもこのまま離れたら一生会えない気がした。ここから第4部に入ります。
4. タッキーと現在編。見てるぞ。見てるぞ。俺は現在27歳。建築関係の会社で営業やってます。リバウンドもせずに子宝にも恵まれ、奥さんと3人で結婚生活8年。娘も4月から小学校に入学します。里襟と初めて会った帰り道、結局俺は告白できませんでした。本当に一目惚れしちゃうと、相手の人生に介入しちゃいけないんじゃないかって思ってしまって。良い友人に恵まれたね、素晴らしい裏山。素敵やん。だけど、駅の改札前で里襟が一休みしましょうと言い、ベンチに座るとゆっくりと語り出した。正直、私はイチ君をかっこいいとは思わない。でも、笑ってる顔を見て胸が熱くなったの。滝沢君や七尾と笑っているイチ君がすごく愛おしく思った。今度は私も隣にいても良いですか？里襟は言葉の通り、今さっきも俺の隣で飯食ってました。里襟と結婚したのか。うわ素敵。今回スレを立てた理由、それは先週タッキーと七尾が結婚したんだ。できちゃった婚だけど、そして二次会で司会をやったんだけど、二人にドッキリを仕掛けられた。タッキー7丁目打つエンドじゃなくてよかった。それは19歳の俺と里襟の結婚式。タッキーは本当に喜んでくれて、初めてあいつが泣いてんの見た。あまりにも喜んでくれて、俺に渡す予定だった手紙を忘れてて、そのままうちに持って帰っちゃったらしい。それを8年越しの今日開封するって言ってさ、そこには俺がこのスレに書いたような出会いからバカな思い出やひたすら感謝の言葉が綴られてた。で最後にさ、覚えてますか、中3の頃の2人の夢を、いつか俺たちの子供も同じ学校通ってつるんだら最高だよな。俺は今でも本気で信じてます、唯一の親友より。俺は司会者のくせに泣いてしまった。27歳なのに泣いてしまった。やっぱりいい話だな。あので改めてこのすれたての理由なんだけど、さっきも言ったけどタッキー夫妻出来婚なんだ。でさ、里襟が今朝行ってきたんだよ。我が家の家族がもう一人増えるって。このままだと俺たちの子供は同級生として誕生するんだ。あまりにも嬉しくてすれ立ててしまいました。皆さんダブンに付き合ってくれてあざーす。というわけで5時からタラタラと書いてましたが、付き合ってくれてありがとうございました。支援のおかげで心も折れずに頑張れました。というわけで今からタッキーと飲みに行ってきます。チャオノシ。風呂から上がってきたらなん、この素敵なお話。最近うつエンド多かったから怖かったぜ。おめでとう。末永く爆発しろください。おめでとう。いい話だったよ。あれ、目から鼻水が。ちなみにタッキー夫妻の結婚式にはうちの両親も呼んでくれました。第二の父ちゃん母ちゃんだっつってた。じゃあ今度こそ行ってきます。茶おのし。感動した。おめでとう。おつつ。バカ野郎、いい話じゃねえか。いい話だな。一生ものの友達だな。大事にしろよ。これは要するに心がほっこりした。いっちもタッキーも里襟も七尾もみんな幸せにな。これでこのスレは終わりかと思いましたが、後日談としてなんとタッキーが出てきます。お話の裏側を一緒に見ていきましょう。キモオタピザな俺の親友の話その後。タッキーだけど質問に答えるよ。数日前に連れがすれ立てたらしく、たまたま今日まとめ見て知った。そのコメント欄に釣りとか都合よすぎとか批判のコメントが多かったからすれ立ててみた。特定ウップ以外なら可能な限り質問に答えるよ。翼はいないの？ああそのタッキーじゃないんだ、すまん。リアルタイムでレスしてたけど釣りなんて思わなかったぜ。タッキーが立てたの？今俺が立てた。その前スレのイッチと夜飲みに行ってたけど、
2ちゃんの話なんか全く出なかったから。今日まとめサイト見てびっくりした。初対面の時、ピザのことをどう思った？なぜ仲良くしようと思った？面白そうなやつだなと思ったよ。こっちに友達いなかったから余計絡みたくなった。お互いに本好きだったしね。あと初めてあいつん家にお邪魔させてもらって、ビンタする話あったけど、実際は何回も注意してんのに治らないからビンタした。あいつの書き方には語弊がある。どのタッキーだよ。本当どのタッキーだよ。本当だよな、すまん。キモオタピザな俺の親友ってスレに出てきたタッキーだ。てか自分で自分をタッキーとか言いたいんだが、これであーってなったのは俺だけじゃないはず。結婚おめでとう。ありがとう。結婚前から同棲はしてたんだけど、解任聞いてからプレッシャーがやべ。ちなみに妊娠発覚は式場予約の数ヶ月後だったかな。今年の9月ぐらいに出産予定。最高のタイミングで子供できたな。何のプレッシャーだよ。わら、いや本当に最高のタイミングだよ。ピザから聞いた時は信じられなかった、マジで。プレッシャーつうか、なんつうんだろう、体壊せないし守るものが増えるっていうのは想像以上だよ。嬉しいよな。おめでとう。また子供っていう新しい心の支えができるもんな。気負うのはわかるが、まず生まれてからだな。わら、今の10倍頑張ろうと思うようになるだろうから、まだリラックスリラックス。お前優しいな。もしかして子持ちか。確かに今から全力で走っても仕方ないよな。味方もいるし、ありがとう。優しい男と書いて俺と読むからな。きり25の息子がいるよ。俺と同い年のなわら。そういうの嫌いじゃないぜ。質問あれば答えるよ。人いなそうだし、まとめサイトに書かれてたコメントについて簡単に説明しようかな。まず変形学欄だけど、俺たちの時代には存在してた。これは事実。ちゃんなんとかロードって雑誌でも通販でも買えたし、隣の市では扱ってる店もあったし、今は知らないけど。あー、君かよイケメン。別にタッキーに似てないぞ。ちなみにジャニーズならキムタクと赤西が好きだ。一緒の高校に行く時の件は結構青臭かったわら。あー、あれな。詳しく書くと俺はそこまで勉強できたわけじゃない。数学は自信あったけど、国語の漢詩や古文は絶望的。英語に関しては3級落ちるレベルだから、俺がピザに教えられたのは数学だけ。親や先生には受験のレベル上げろって言われたけど、兄貴は賛成してくれた。ピザと一緒なのもすげえ楽しかったしね。あと釣りとか言われるけど、基本的には事実通り。あいつの心理描写はわからないが、あとゲロの話に似てるってのもあったけど、俺は拳ほど無口じゃない。結婚おめでとうございます。大好きです。ありがとう。同棲期間が長かったんだけど、結婚式当日は感動して主役なのに泣きまくった。ピザの両親も来てくれて、うちの両親と嫁の両親と6人で泣き合ってたわ。あとはリーダー先輩のことか。カメロンってヤンキー漫画に出てくるような見た目だったぞ。本当に一人だけ私服で登校しているような人だったしな。でも今は結婚して2児の父です。たまに飲みに行く。じゃあ質問なさそうだし、7時まで暇だから、ピザとの話を俺目線で簡単に書いていこうかな。入学前、俺と兄貴は住んでいた町を離れ、ピザの住む町に引っ越した。学校に関してだが、兄貴はこっちの私立高校が決まってたし、俺は公立中学だから何も問題ない。ただ、友達がいないことと、両親がいないということが不安というか悩みの種。両親は父の転勤で全く遠い地域に引っ越し、なんで俺たちがついていかなかったって、
兄貴の高校受験合格が決定してたし、俺は単純に田舎町に行きたくなかっただけ。母方の親戚が割と近い町に兄弟二人で引っ越させてくれた。タッキーリアルタイム遭遇すごく話したかったわら。引っ越す前に住んでた友達の兄貴が俺に単卵をくれた。ボンタンは自分で調べて買いに行った。お年玉貯金崩して、で入学式当日寝坊したんだけど、学校着いたら生徒の名前が呼ばれてるところ、間に合ったと思って体育館内に入ろうとしたら体育の先生に捕まり生活指導室へ連れてかれた。解放された時には学校に誰もいなかったんだ。よって初日は欠席扱いで、2日目、初日を外したのは正直痛い。だって見知らぬ土地だし、すでにコミュニティが出来上がってるだろうし。俺は早めに学校に行ったんだけど誰も話しかけてこない。つうか自分の席がわからない。仕方ないから便所に行ってタバコ吸ってた。つまりホームルーム始まって教室に空いてる席があればそこが俺の席だって思ったんだよ。いろんな教室から出席取る声が聞こえたから自分の教室に戻ったら、前後2席が連続して空いている席を発見。でも前の席の机横にはカバンかかってたから、俺は後ろなんだろうなと思って後ろの席に座った。なんとなく担任の話を聞いてたら、一人の生徒が走り込んできた。これがピザ。俺の前の席に座って呼吸を整え出してからなんかあたふたしてる。その仕草が面白くて観察してたら、いきなり振り返りやがって目が合った。すぐ前向いちゃったけど、これがピザとの初対面。こんなところかな。文章打つの慣れてないからすげえ難しいな。質問もらった方が楽だわ。なるほどな。慣れそめ気になってたがすっきりした。それならよかった。ついでだから軽くピザと里襟の話を書こうか。ピザにダイエット生活を強要させ始めた時から、俺は彼女に女を紹介してあげるように頼んでいたんだ。お世辞にもピザはイケメンじゃないけど感性と優しさはずば抜けてる。だから彼女にもそういう条件でお願いした。見た目で人を選ばない女を用意してもらうように。でピザから紹介をせがまれた時に速攻で彼女にメール打った。で翌日カラオケに行くことになったんだよ。俺も彼女もピザ大好きだったから、どうしてもいい感じになってほしかった。ピザが緊張しっぱなしで話しても歌わせても空回りだったから、彼女が連れてきた女の子にあいつどうって聞いたら、なんか無理させちゃってるかなって言ってたから、ちょっと部屋の外から覗いててみ、すげえいい顔すんだぜ。で部屋から出てってもらった。ちなみに俺も彼女もその日に二人が付き合うとは全く思ってなかった。でカラオケ出て帰るかってなったんだけど、二人が連絡先交換してないの把握してたから、ピザに駅まで送らせた。そんな感じかな。類は友を呼ぶつって周りいいやつばっかだな。確かに周りはいいやつばっかだわ。ピザと出会ってなければ俺が両親の方に引っ越してたらって思うとゾッとする。あいつが思ってる以上に俺も救われてたからさ。無粋だからあんまり本人には言いたくないけど。出会えてよかったね。情けは人のためならずだな。あとはバイトの話か。ピザが書いてたまんまなんだけど、ひき逃げ事故の現場に遭遇して、ナンバーと車種を携帯のメモに入力。被害者は軽傷だったからおんぶして中華料理屋に届けた。そこの店長に直談判して雇ってもらった。今でもたまに食いに行く。そろそろ出かけるんで質問なければ落とすわ。みんなあったかくてよかった。ありがとな。
大笑いたかったです。笑ってもう言っちゃったか笑。かつていじめられ子だったイッチはタッキーと運命的に出会い、自分を見つめ直すきっかけとなりました。その後里襟と出会い結婚へと至った。一方のタッキーも後日談として登場し、イッチとの出会いがなければ孤独を感じていたと振り返ります。運命的な出会いが2人の人生を照らし、親友となったイッチとタッキーはそれぞれ子供を授かりました。将来その子たちが学校で仲良く過ごすセカンドストーリーを見るのが最高ですね。出会いは人生を豊かにし、新たな未来を刻んでいくことでしょう。コメント欄で皆さんのご意見をお聞かせください。またこの動画の評価とチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。